え、あの人ってどうあの…クラゲの人…クラゲ…クラゲの人あのポスター…あの…あの人と2人でやるあ、俺とあの人とはしないですよあ、の人2部の方ですからあ、そうなんですあ、すいません始まってました こんな古い手法がたまにやってしまいますけど、はいえー、と6月2日木曜日午後10時お報りましたいかがお過ごしでしょうか「はいえー、ザ・木曽三中アワー」は今週も生放送でお届けをいたします、うんはい、MC は私木曽三中と、えー「ももくり三年柿八年俺の下積み十八年」<な>どうも売れません <laughs> 何最終的に名前も名乗るなと面倒だね18年かもうもうそうですし 考えたらもうあんまり芸歴の差もなな。いんやな俺22年やからなでマジでかだんだん埋まってくるやんか <laughs> その年齢と一緒でさほら昔のほら10か、初めの頃の4年とそうそうそうほら <laughs> 年齢でいう10歳と14歳でものすごい差空いてる感じにするけど。ええうん やっぱそれがさ70と74やったら両方じじいやんみたいなと同じで経歴もなんか一緒になってくるよね。そうなんです本当にじゃあ俺も堂々としてようかな堂々としとるよっていうかしとるやろ俺の前で人一倍してても俺の前で一番堂々としてる後輩よあそうですかああそうだよ まあ、いいのかなまや、いいと思います、で<も>それ、ね、でもやっぱ、こんだけやって売れないってね、やっぱね、うん、俺が売れないってことはね、やっぱね、あのアベノミクス、失敗なんで、これ、リーマン食級の危機だからね、これ、相当風が吹いたあと、オま、うん、で時間かかりますけどね、うんうん、う,んうん、まあそうですけどね、いやー、寸前、もうリボ払いの。 減らない収まってるねいろいろねーお笑いのリボ払いねー<笑>お笑いね <laughs> よう分, <laughs> 分からんけどな本当ト大変ですよなんでそんなこといきなり言い出したん別にこんなタイミングやなくてええのにさ <laughs> いやこんなタイミングってだってもういや今日いや俺一人でやんのかなと思って、うん、それすら今日危機感じてあ俺がそうですよ寝坊してるからそうよ寝坊したって よくそうなんだよ。びっくりした。全然で寝坊するってだって。びっくりしたよ。俺んな。寝坊するって。ね。金、ね、棒の化粧品使っても、朝寝坊しないのが OL エルだよ。うん、それなに、金棒と寝坊、それぐらいの感じ。あ、本当。<れ>あのね、よくわかんないんですけど。うん、どまあ。あのー。最寄り駅からうん、うん。ここまで。えっ、ー、とね、所要時間六。 分ぐらいなんですよ。全、うん、寝坊しちゃったんですよ僕。うんうん、<laughs> 信じられなくないですか。びっ,びっくりしましたよでまあまあ、たまに落ちるんですけど僕でまあもちろんその北千住が最寄り駅じゃないですかこの、うん、スタジオでそこも当然寝てスルーしててうん、うん、でパって起きたら待合い駅やったんですよ一個先の先で,す、ね、で。 町屋でパッて目覚めて現実を受け止められなかったんですよ、うん、まさか私そんな短いスパンで寝落ちして乗り過ごすなんて思ってへんから「う,んうん、でうわ町屋や,やん」ってしてたらピシッてしまって西日暮まで行ってしまったんですよ <laughs> あ<ー>もう致命的ですよね<ー>これすぐ来ないですしねあの電車がちょっと上行ってぐるって来ますからねそうなんだ反対車両まで行くまで。 ななんでそんな疲れていますかいや分からんけどなんか寝てしもたわやっぱりこれあれでしょう結婚 12, 12周年っていうからちょっとハッスルしてちょっとあれだねまた5人目じゃないんです<し>じゃあ,てないあおめでとうございますね12周年いや知らなくてまたこんなもう <laughs> 誰も知らんライブアイドルのさ <laughs> <え>あの <laughs> なんかユニットみたいなんで,でスーパーマンのコスプレ着て歌ってたわ俺結婚記念日にあそ,あそういうあれだったんですかそうですよもうほん,ん,、うん、んで一瞬我に返って「俺何やってんねやろ今日という日に」って思ってツイート1回しましたけどうんうん、うん、あ,あれ,そ,れそうですかそうです12周年記念でスーパーマンいや12周年記念でスーパーマン一切関係ないですよ関係ないですね、うん、まあまあそんなことはいいですけどねやっ,ぱみんなやってくれてるんですね 何がですかやってくれてる。あ、そういうこと。な、いや、それは、だから、俺は、あれやで、一切関係ない、結婚。うん、だんだん、めんどくさなってない。自分が振っといてから、になんやね、ほんまに。まあ、いいけどもね。うん。ええ、ということで、今日も、あれ、これ、喋りながらの、50分生放送でございますけども。アドレスの方、紹介しておきましょう。s. E. N. J. U. アットマーク C. W. A. V. E.、あ、ええ、J. P.。ええ、千住アットマーク C. W. ドット J. P. となっております。では。 えー、メルテーマ,メルテーマ振っときましょう「双子の知り合いいますか?<お>」うん、なんでこの間あれハリウッドザコシショウさんが「双子生まれた」ってんうん。すごいじゃない」ねうんうんうん。ね 1> 1で優勝して それでできるんやなそれでできるんやなってもへんやけどでもとつき0日だからやっぱりそれをちょっと頑張ろうってなってその勢いで作ってできたそやボイスボイスって言いながらやるちゃか分からんけどなあでも双子の確率ってどんなもんだよねそうですよだからあんまりだいだからおる周りでいないですもん双子に会いたいんですよ俺はそうなんだよね俺同級生で振り返っても えとね、双子1人だけ小学校ジムにいましたけど1人というか2人。 一組。でもね、それね、あの、二卵性っていうの、要は似てない双子ってやつですか。うん、なんであんまり双子感なかった、やっぱタッチみたいにさ、やっぱそっくりの双子でみたいじゃない。あなるほど。うん、あと、長男の同級生で、幼稚園のクラスメイトで、女の子で、双子の子はいましたね。そあ、そうですか。うん。でも、本当、自分に置き換えると、いないんですよね。うん、だいないでしょだから。うん、双子同士が、こう、じゃんけんしてたら、ずっと、あいこなんでしょう、あれ。ああ、ね。 ううけどねんだから見たいもんそれやってみろって言わないで確かにねうんまあまあオールおらんいないですいないんやマナカナに会いたいぐらいかな最近ちょっと綺麗になった最近でもバラで売ってるからなかなかこれセットでなえへんからなマナカナもなあと何やっけマカリナいうお笑いの2人おるなあそうなんですあれもそうですあれ双子違うかあれ似てるでマカリナ なんかなんかそんなまかりないじゃなかったか、うん、なんかなんか<こ>あのパチンコの恋のまかれな、恋のまかれな、わか,、ま、か,からん。あ、れあ,あれだ変なやつね。あとあの漫才強会に薄暗クラっていう。うん あのクソつまんねえ漫才師がいるんですもどクソつまんねえんだよこれでもこれですごいのあ名前本当は薄暗い跡じゃなかった変わったんですねどっちでもいいんだけどねでこれ何がすごいってやっぱ双子だなと思うのは二人ともつまんねえんだよ同じぐらいのレベルであなるほど双子やな思うよそこはあそこは見たいな実感したい双子を実感したい一回見たら十分だぜ面白い双子は何回でも見れるけど 本当に同じぐらいのクオリティでつまんないからね。だって後輩責つまんねえんだよ。そんなつまんないうんうんうんって井上さんも大喜利でパッて振って「はい」って言ったけど「ないです」って平気で言うやつらやからね。てこでも何か言えよと。でふわーと思って。でもうそれでどっちが兄でどっちが弟か分からんけどでもう一応弟行って「お前は?」言って「お前ケツ拭いたれや」つったら「ないです」言うて。 それはちょっと面白かったけどな。双子で天皇かましをたか、これっていうね、まあ、それは、まあ、ちょっと評価してますけど。うん、まあ、な、なんか、その、周りで双子で、なんか、エピソードとかね。双子みたい。あったらね、ぜひ、送っていただきたいな、思いますけどもね。はい、一週間、どうでした、何かありましたか。今週ですか。今週はね、あの、やっぱ、お腹、よく空いてて、今週。あ、あんま、飯食ってない。のあんま、食ってないんですよ、ほいで、納豆買いに行ったんですよ。 そしたら売ってなかった売ってないんですよ納豆えうそれのスーパーでしょスーパーです丸いやつですねそれんかやっぱ夜もっと11時過ぎくらいかなちょっと遅いとねやっぱ安い納豆は売ってなくてああ高いやつはある高いのも高すぎる200円くらいするのあったりするからしゃあないから俺引き割り納豆を買ったんです引き割り言うとあのちっちゃいやつでしょそうへえどうなん 俺食ってみたらうまいのね。俺あかんね。なんで？極骨粒ぐらいがちょうどいいの俺。極骨 <laughs> だ、豆になってないとダメなわけ。うん、なんやろうね、なんかその大きいのもあんまりやし、うんうん、こう刻んでんのも嫌で、うんうん、なんかあの骨粒ぐらいあのがいいね、やっぱね、クメ納豆が好きですわ僕は。あマジですか。うん、いや、で引き割り食ってみたら本当ねうまくて、うん、いやでもよく。 砕いてあるなと思って。まあまあれんあるないやろうな。いやもう、はい、あれ紙砕いてあるんでしょ。 生産者が。噛み砕くってどういうこと、口の中入れて、ぐしゃぐしゃやった、いうこと。そうでしょう、そうなわけないやろ、そんな。いや、そうだよ、だって、いや、絶対そうだって、だって、あれ、ほら、よく野菜にさ、私が作りました、みたいな。生産者が書いてあるでしょあれ、ひきわりなってるのは、私が噛み砕きました。って書いてあった。書いてるか、あの。書いてたよ。ま万が一、あの、生産者が噛み砕いてたとしても、書いたマイナスでしょよ、そんなの。いや、書いてたって、あれ、おかしいな。お前がそこまで言うんだったら、書いてたんだろうよ。書いてたよ。少なからず、書いてて。 おじさんの名前だった俺絶対買わないよそれはあ間違えたかなでも買って食べたんだあれだ違う俺間違えたあれだったあの風俗のそれオプションだった何を言ってんだよ何をってんだそれ何で間違えんだよそこと何プレイだよそれ生産者の名前書いてるあのか私が噛み砕きましたって女子書いてあった納豆があったんだ引き割りにしましたって結構2500円するやつ でね、いやそれはするよそれは安いよむしろね <laughs>、うん、全然関係ないけどさ全然関係なくもないけどさ <laughs>、うん、俺のほら前の前の相方で仲谷君ってうん、うん、まあうん、うん、よう一緒に遊んでたやつですけどうん、うん、あいつなんか漫画喫茶かなんかで。 1H600 円かなんか書いてあって、うん、1>, あ1回エッ6 0 0円でできるんやって入ったら漫画喫茶やったいう話してましたね <laughs> ワンアワーですよなるほどなるほどね1アワー600円っていうのを完全に1回エッチして600円っていう、まあ、場所もまたこれねあのうぐいす谷かなんかで見たらしいんでね <laughs> まあまあ勘違いする向きもあるとは思うんですけどあああ一エッチ大体そう一、ね、いッチってその するのいちえエチって言わないです言わないですからねその単位はちょっとおかしいですもん、ね、そうまあそんなことはいいんですけどもね、うん、なるほどね納豆結構食うんやでも <laughs> 食いますよあ、そう当たり前じゃないですか乳酸菌そんな取んだけまあ、ね、ご飯ももちろん自分で炊いて自分で炊いてあのーうん、水多めでね、うん、納豆は火通したり加熱するとくそまずくなるねあ、そうですうん あのー、子供がね離乳食で最初納豆とか食うんですよでもまあ冷えてくるじゃないですかそんなに段取りを食えへんから、うん、でもう一回温め直そう言って納豆ごとそのなんつうのこうプレートみたいな温めるんですけどしたらまあ匂いが立ってねま熱いんだこれあそうです気をつけてうん、うん、いやあれ違う納豆研究家って納豆鉄板に敷いてあ 真ん中開けてそこに卵入れて焼いてますよ納豆<ー>オムレツとかめっちゃまずない。美味しいうん あ、うまいですよあれもやってみても分からんねあやらないですか、はい、あんまやれへんな納豆だけは食べるけどうん、うんうん、あ子供のまの、あ、弁当には合わないです、ね、まあね確かにねちょっとメール読もうかな <laughs> はい、はい、えー、いただいてますんでえー「木曽さん塩田君こんばんは」ということでコスさん えー、アイドルの死傷事件、えー、私はノアを追っかけて、えー、6年になりますがセイジーさんとヒロヒデさんは今でも話す時は敬語です7にならないようにそうしてるのか分からないですけど、うんえー、男の子としゃべる時は砕けて話してるみたいですけど女の子にはみんなに敬語ですねと。 ノアの2人がってことですね。うんえー、前に SMAP の東京ドームのライブのチケットをもらったとき、ノアのライブと被っちゃって、えー、私は迷わずノアのライブに行きました。うん、いい価値観だね、うんえー。やっぱり握手できたり話ができたり、いつでもサインももらえるし身近に感じるんですよねと、えー。話ができるのはすごく嬉しいし通称と写真も嬉しいしノアのライブにはいつも顔を合わせるファンが来ているからファン同士も仲がいいんですと、うんえー。今回の、えー、男の子の気持ちもわからなくはないですが、あまりにも好きすぎて現実が 見えなくなっちゃったんでしょうねと、えー、私もプレゼントとかあげますけどお返しがもらえるなんて思ってないし、えー、今はヒロヒゼさんが山口へ行っちゃったからライブもないしフェイスブックでひろひゼさんの様子は分かりますけどライブがない会えないからちょっと生殺し状態、えー、近くにいて話ができてもある程度の距離感というかモラルが大事かなと、うん、いうことです、えー、ノアを応援していきます愛してますからねって我々に告白されてもっていうところありますけどこの間のその ね、アイドル死傷事件の、まあ、続きのメールという感じです、えー、結局でもあの刺したやつはライブもう,、ね、う,う56回ぐらいしか行ってないらしいですようん、うん、あとはもうそのツイッターで書き込んでるうちに思いが高まっちゃったらしいです一人で。 結婚したかったか言ってたって,言うてら厳密な話まあなんか数うち当たるみたいな感じでだたくさん言ってたんですもんね。だって他のなんかの、ね、女性にも「殺す」って脅しかけてたみたいなニュースもありましたしね、うん、まあそうだなまあ確かにこうね うん、共有してないで一人でずっと思い続けるとなんとなくそれがなんかこう現実からちょっと乖離した感覚になるのかもしれないですけどでも確実に許されへん話やからなそうねだからまあいやほらファンミーティングとかさバンドとかでもあるじゃないですかでまあそれはほら普段会えないからなんかプレミアー 的な、ねうん、意味合いがあるからオフ会ってすごいいいイベントになると思うんですけどいやパフォーマンスするたびに毎度毎度会うって,てプレミア感じゃないよねって思っちゃうんですよね友達と会うみたいな感じのちょっとこうスタンス変えた感じなんかちょっとそこは違う気はするんですけどね難しいですよ。 まあね実際僕なんか今そのライブアイドルのところでまあ定期的に仕事やってますしねでもちろん俺は別にただねやっぱりうんちょっと普通の,やっぱそのタレントという概念とは違うのでね、はい、うんでそこはプレイヤー側も。 お客さん様もちゃんと把握して、ええ、コミュニケーションを取った方がいいなとは思いますけどね。<ー>そ,うそうなんだよ。それだから、この間ね、その女の子とね、二、えー、人とユニットでみたいな、ちょっと、まあ。なんだろう。もちろん、一緒、ちゃんと真面目にやってますけど、はい、で、そのパフォーマンス15分ぐらい三曲歌って。で、そう、ライブ終わりで、チェキ会やるっつって、まあ。<う>で、俺もチェキ会やってほしいって言うんですよ。はい、で、やだっつって。<laughs> うん、俺に来ないのはもちろんだけど何もせずに待ってるのしんどいし、はい、メイクもちょっとしてるから嫌だって言ったんですけどいや絶対木曽さん来ますからっっ、はあ、で結局、えー、女の子2人先やってでそれでちょっと時間余ったところで、うん、じゃあ、えーとはいえー、木曽さんの、えー、チェキ会スタートしますっ,つってこうやってプレーと思ってあおるんですけど誰も来ないんですよ、うん、もちろんね。で ままあまあ、分かってるからええんやけどうん、うん、であのー、5分ぐらい煽って全く来なかったんで「はい、えー、ただいまより値下げして500円にします」っていうはあ、はあ、そしたら23人来て「はあはあ、誰のためにやってんのこれは」と。<笑><笑>俺も得せんし運営してる側も得せえへんし。はあはあ、で、 やめましょうよこれって言ったらいやこれは言ってくれた方がいいんですよって何がやりたいのかよく分かんないんだけどね,ねえ元はいくらだったんですか<え>元1,000円1,000円かあ半額になってそうそうそうで前にその俺がディナーショーを言うて一回やったそ同じ会場でそれはもう僕メインで僕が1時間半歌うとったりネタやったり、うん。 トークやったりっていうのはまだちょっとわかるんですよそれに来てくれてるのはもう100%誰でもない僕を見に来てくれてるからでそれやって機会っていうのはちょっと集まってくれたんですよ正直ねちょっと違うんでねもうなんか不思議な体験してますよ今本当にちょっと話戻しましょうお便りに戻しますプリン厚美さん 昼間暑かったですね、えーはい、今日も電車の車内でビールとチーズカマを食べながら帰宅してます今週気になるニュース舛添知事問題です、えーうん、釈明会見も釈明になっておらずこの会見でも税金が使われていることも考えてほしいですあと使用で使った税金も返さない、えー、と使用、えー、で使った税金も返さないと都民は納得しないでしょうと あと北海道で起きた折巻で子ども置き去り、えー、その子どもが行方不明になったこと、うん、え行方不明になって今日で5日目なんですが安否が心配です、うん、えいくら折巻とはいえ誰もいない林での、えー、その子どもの置き去りは変だと思いますと私個人としてはこの親の行動に対して疑問を持ち始めており本当に置き去りしたのかというのが気になりますと。 あと、アイドル刺傷事件ですがこの事件以降、うん、一部のライブアイドルはツイッターの書き込みをにするときは注意している人もいれば谷本みたいに書き込みしている人もいれば変、うん、わりなくファンに対し温度差のある接し方をしているアイドルもいますと少し真剣に考えてほしいですねとそんなことをやってると事件起きますよと。うん まあね、ということですけども、ぼぼんと、増添さんに関してはこの後、で子どもの置き去り、行方不明に関してもこの後という感じで、アイドル死傷事件に関しても今言ってるということなんですけど、まあ、ツイッターがね、うちの妻が言ってましたよ、ツイッターがよくないねって言ってました。 なんでしょうねでも結構年配の方も今張り切ってやってる人結構多いですよ。いいねうん、なんかえらい楽しんでるなんか楽しくてしょうがない揉め事も多いみたいですけどねまあね嫌なこと書かれることもあるしね誤解も招くしね字、うん、面のみやから,からどうなんだろうっていうか、うん、やっぱ追っついてないんですよね追ちついてない、ねうん、見切り発車で始めちゃったからその SNS ってそうなんまだよね 50年後じゃゃなないですかちゃんと使えるるようにののねその趣旨をしっかり把握してねまあそのタレントの位置が下がった大きな要因にやっぱツイッターとかっていうのもあ絶対入ってると思うしね,ありますねうんあ,あれは、うん、だってもうフェイスブックとかでもまあ前も僕言うたことありますけどやっぱそのんやろうな別にタレントやからお高く止まってるつもりはないんですけど、うん、ただ やっぱある程度の礼節を持ってコメントも書くべきやと思うし、うん、それを見るから気分よく、まあ、時として返す人もおったりっていう話なんやけど、うんうん、なんかもう近すぎて上から来る人とかもいるじゃないですかでもそれはね下せないですよ<ー>、うん、で我々は姿一応さらしてる立場で、うん、で書き込んでる方はまあそれ一応本名で Facebook やったやってるんでしょうけど、ええええ、でもほら。 のどななたか分からない人ですよ、うん、で僕、まあ、正直フェイスブックでも不快に思った人数人ですけどもうブロックした人もいるんですよ例えば第三者のことを悪く言う人とかやっぱり気分悪いですしね前も例で挙げたか忘れましたけど前田健君が亡くなった時に「前エ診断すかマジすか」っていうメッセージを送ってきたりとかね。 友達じゃないんですから、もう即ブロックする、そんな編集コメントに載せてくるあとね、夜中の四時にメッセンジャーで電話かけてくる人とかねうんいませんそういう人いませんあのそれ違うね俺も俺もやってるけど、知ってるやんか井上さんはで、謝ったしちゃんと あれ,あれは間違い。あれは間違い。ただね、その、まあ、一人ブロックした女性がいるんですけど、どういう方か知りませんけど。はい、それはね、定期的に夜中の四時とか三時とかに電話してくるんですよ。はあ。まあ、定期的につっても、三ヶ月とかにいっぺんという嫌な店舗で。でも、それはもう、その、そもそも、知ってる人の三時四時は。ケースバイケースは思うけど、やっぱ知らん人に。 ったこともないしまずメッセージャーで電話することが信じられへんし、俺からしたら。どうしても連絡取りたい、例えば仕事であったりとか、分、はいはい、かんないよ、何か。それあれば別に理由があればも俺も納得することもあるかもしれないけど、うんうん、ないですよ、追、うん、ってもない人に夜中3時、4時にいきなり電話していい理由なんて何一つないと思うわ。だとしても許されないでしょ、それは、<え>モラルとしては。 いや、だから、酔った勢いじゃないと、かけれないから。酔った勢いじゃないと、かけれないって、のもおかしいけどもね。うんそんな、そうそうかける必要がないんですけども、ね。いや、でもね。でも、そんなんようあんで。うん、だ最近、ほら、筧美和子ちゃんと、一緒に、あの、ミレギュラーでやって。っ っていうんじゃですけど「はい、かけいちゃん友達ですか紹介してください」とかってメッセージが来たりとかねあっマジっすか俺すら電話番号知らんのになんで,あでそせなあかんねんなも俺もいつ聞こうかなと思っててそお前はちょっと待っといて <laughs> あの子いいじゃないなんとかかけ,かけい美和子ってあの時代がエロいよね <laughs> あのと あの君島と麦こみたいな雰囲気があるじゃないなんかわかんないけどさんかなその貴品さんの中にちょっとエロスを感じるというかけいって読みたいじゃんないかまあのはいいよまあ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 いやええ子なんですけどねただねあのあ可いいですよもちろんねただね会うと全然そのなんか やろな色気っていうよりもやっぱタレントやからサバサバの方が勝っててあそうですかうんなんでねなんか友達感覚な感じですね僕はねもちろん、まあ、あ年の差ももちろんあるしそんな、えー、ねそういう意味では見ないですけどあ<ー>まあでも可愛いのは可愛いですけどただそんな会うたことない人にメッセージなんて言われてそんな紹介なんかしませんからね <laughs> そんなラフなタッチいっぱい来ますよ本当に<ぁ>うん、うん、まああと,、えー、とお便りもうちょっといきましょうか「まるまるさんですいつもありがとうございます」「結婚記念日おめでとうございます、えー、います,すみません」は<ぁ>「え工、ー、事コーナーのケーキで、えー、お祝いしたとのことですが、うん、何より気持ちが大事ですし奥さんも喜ばれると思いますよ」とまあ喜んでくれてましたね、うんえー、そういえば昔ハチ公前にある工事コーナーの横からライブ会場に通ってたのを思い出します。 あれから一年経ったんですね。ああ、なるほどね。僕はニコ生まで番組で mc や,やらしてもらってた時の話なんですね。<ー>渋谷にあるんですよ。かどね。は,あはあ、はい、ということで。ね。まあまあ。ケーキね。うん まあ、工事コーナーで何が悪いという話ですけどもただなんかちょっとこう特別感のあるケーキにしたかったんですけど、うん、工事コーナーってでも意外とないじゃないですかなくないですないと思うけどう探すもんだって何甘いの来ないでしょえあまり来ないでしょうたまに食べますって工事コーナーないもん俺の最寄りのところにうん,うんうん モンブラン食いたいですよ俺モンブランしか食わないですからね本当はあ、そう。モンブランはでもちょっとこういわゆる甘党でもいけるタッチの味やなそうなんですクリアからい。あの下のスポンジを先に食うんですけどね俺はああ、最高の贅沢やないか後半知ってますわかるよそうなんですよ安いところあのスポンジは結構雑だけどねうんだからそうなんですよ先食っちゃうそうそうなんです先に 先に野菜食ってハンバーグ食うみたいな感じうわ一緒のタイプだわドールで気が思ったわ、はあ、<laughs> あと続報きました <laughs> プリンさんですさっきアイドルの番組でリスナーさんが出したメールでペンネームじゃなく本名で言っちゃってましたけどこれ地上波だったら問題ですよ、うんえー、もうちょっと緊張感出してやってほしいと思いましたよと<ー> あの死傷事件以降アイドルが言う言葉に敏感になってますからね、うん、ということであったんですかこれは本名で言っちゃったんですか本人ご本人はそれ気づいてるんですかねその本名で言っちゃったことに対するあ分かってるんですねでもラジオ聞いててよく 多々ありますよああいやあるある、うん、特に生なんかもう言うても歌感はあるからね、うんはい、でもやっぱり一応その名前とかはやっぱり結構厳しく言われるのでそれ言いますよねディレクターさん的にもねもう最低限のモラルなんですけど「あ,えとあちょっとラジオネームないですね」ということで「まあ、じゃあ下の名前で厚みさんですありがとうございます」みたいな感じで逃げたりとかするあ<ー>普通はね、うんでまあ、そういうなんつうのラジオのその 常識みたいなの知らんとヘロっと言っちゃうっていうのがありますもんねああその常識ってねやっぱラジオ界でもああだアマチュア女子だったんださっきのことだったでほらでそれは別に我々もさ何つうのあ机に向かってそれ勉強したわけじゃなくて聞いてて学んでるもんじゃない意外 細かくは教えられないですよね。そうそうもち言われることもありますけどね。うん、そのスポンサー気をつけてとかね。そういう,いう感じですね。はいということでまあなんかあれこれ喋、はいえー、ってますけども一週間の出来事を振り返りましょう。はい。はい、えー。5月27日からの一週間の出来事ダイジェストでお届けいたします。はい、えー。5月27日金曜日、うんえー、舛添洋一東京都知事定例会見で一刻も早くのフレーズを繰り返す、うんえー。同じく5月27日金曜日。 バラック・オバマアメリカ大統領54歳、うんえー、同国現職の大統領として初となる広島訪問。5月29日日曜日、はい、北海道の山林で、えー、両親に置き去りにされた小学2年生の男の子、行方不明に。えーはい、同じく5月29日日曜日、えー、日本テレビ商店新メンバーに2代目林家三平45歳加わる。うんえー、5月30日月曜日、 シリア入国後、行方が分からなくなっているフリージャーナリスト、安田純平さん42歳と見られる写真、インターネット上に投稿。はいはい、5月31日火曜日、覚醒剤取締法違反に問われた元プロ野球選手、うん、清原和弘被告48歳、うん、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決。うんえー、6月1日水曜日、安倍晋三首相61歳、来年4月予定の消費税率10%への引き上げを えー、2019年4月まで2年半延期することを正式に表明大事ですとこんな感じということです,です、ね、まあ今日のニュースでいうと生っぽいところでいうと男子バレーも早々にオリンピック絶望あ<ー>あのもう完全にだめっていう絶望というか、ね、まあちょこっと見ますけどねもう本当ずっと負けてるともう見る気しませんね,ねでもねあれなんやろね あのどこの局か忘れましたけどもありがとうございます、うん、あのやっぱね俺が思いすぎなのかな前半ちょっと弱めの国と戦わしてる気がするんですよね男子側は。<ー>でそこでなんとかキーも出して視聴率取ろうとしてる気がするんですけどあなるほどでももろくも前半でバタバタ負けちゃったから怖かったですよね。 女子はさメダルも取った実績もあるし何、うん、か期待を持って見れるんですけど、うん、なんかあの男子はねまあ、同性やからっていうこともあんのかもしれんけど、うん、いややっぱりなんだろうだからあのチアリーダーと一緒じゃないかな女,女子のチアリーダーで騒いでたら見るけど<ー>男子のなんか嫌じゃないですいでもほら<え>それスポーツの質の問題でな、うん バレーに関しても男子強かったら全然見ると思うんですよね。でほらなんか、あのー、新体操とかやと男子ちょっと冷めるっていうのは今の理屈に合う気はするんですけど俺はね男子のバレーに対して選手には責任はないんですけど一番冷めるのはそんなに成績よくないのに、うん、ものすごいワーキャー言うてるあのギャラリーに冷めてしまうあの温度差。あ なんか空気入ったあの棒みたいなねああいうていやもちろん応援する気持ち分かんねえけどなんかあのワーキャー感がいやもうちょっとストイックに応援した方がいいん違うっていう別に選手は浮かれてるわけじゃないけど若干なんかね質の違うものに見えてしまうのがあの応援よくできるなと思いますねよく考えたらよく続くなと思うのあれって。 うん、なんであんなにでほらさあのなにオフィシャルサポーターでジャニーズの若手の子とか入れるんですよ。うん、でまあ要はその子のファンも来てるから、はい、余計そこが混濁して変な感じになってる気はするんですよね。あそういういことかともあると思う。でもちろん試合は試合で応援するやんか。応援してる おの応援しに来てるそれがもうねじれてしもてどうなってんの、うん、でもほらサッカーワールドカップとか、まあ、是非はともかくとしてさ、うん、でもやっぱりワールドカップ行くのか ワールドカップ行ってどうなんだ決勝行けんのかっていうのはピュアにみんな応援はしてるやんかまあ何かねそのスタイルはまだちょっとあるけどさそれとちょっと違うからなちょっとそれより前のステップの感じがして嫌だね応援自体はねああ確かにそうですねうるさいうるさいんだなあれはか。 そ,そこまで思わないし、まあ、あと結果出してるからある程度うん、うん、というのもあるけどね。ままあ、うん、まあ,まあね、はい、ということです、ねうん、あ今日そんな話題もありましたけども、うん、まあでもさっき下でねど,うどのニュース紹介しようかっていつもやるんですけど、ね、もう今週なんかもうほぼ即決だよね。 そうです電車の中で決めて僕は、ね、あのいつも二人 <laughs> いつもは塩田が決めてるんですよ本当に塩、うん、田は任せるんで今日はちょっと僕いつも僕がリストアップしてきて塩、はい、田に任せるんですけど時間がなかったので僕はね自分であらかじめピックアップしてきてもうでも何の迷いもなくこれって感じ、うん、今週は決まってますもんね舛、ね、添さんにオバマさん広島でしょ、うんでまあ、行方不明の。 男の子、まあ、笑点とかね、まあ、いいありますけど、まあ、なんでしょう、順番にいきますと、ええと、あれ、ええと、これ、都議会の、なんだっけ、えとね、1日に、都庁のやつ、全部都庁か、どっちも都庁か、そうそう、定例会見じゃなくて、議会が始まったその所信表明みたいなのが。 まあ、ダイジェストでしか見てないですけど俺見てましたよなかなかの荒れっぷりでしたよね議会ねえやじが飛び交ってあんな謝り方あるかと思ってもうほとんど下見てあれずっとハゲだけ見せてただけだよほんまに下見てテレビ的にはよくないよなちゃんとカメラ目線に向かたまに頭変えたりしてかゆいわけないだろハゲてんだからと思ってもうハゲててもかゆいのはかゆいよかゆいかなでももうあんなん子供の謝り方やない どっちなみやけどまあでも200人いる前でね面と向かっては謝るのも相当なもんねそうやねんそうやねんだからほらあのどうあれ責められんねんねだってほらちょっと前のさスタッフ細胞のおぼかたさんとかでもあんだけさもうちょっとこうやつれた表情で謝っててもでも芝居やろって言われてしまうしそあその見方をする人も少なからおるのも分かんねんけど でもまああの感じでもそう言われちゃうからでまあ舛添、うん、さんなんかもそれよりももっと開き直ってる感じ、うんうん、もう通り一辺倒のことをとりあえずやっときましたよみたいな感じでしょう。うん、ほらねやっぱ誰も 味方にはならならいでですすよねねも、うん、もう棒読みんあんな読んでただ紙に書いてきたのを一生懸命言って、うん、あれやったらまだヤンキーがひねくれて「すいませんすいません」ってやってる方がまだましですようんうに、うんうん、それぐらい反省感がないよねうん、うん、でまたまだいろいろ出てきとるやろまたこうに使ってどうのこうのみたいななんか何でしたっけ、うんうん、奥さんもなんかファミリー企業とか言ってうん、うん、なんか講演会やったらそれを もらって全部いいいっっっぱいもらててたうことでしょ結かそんなくれる人もなんでそんなあげる価値あるだと思って、ね、まあでもほらもうある種さ何だろうあの公演とかまあ芸人の栄養とかもそうやねんけどその中身云んぬんじゃなくてさうん、うん、有名人を呼んできたそのタレントバリューで金払ってんだよね結局ね。うん、で中身は意外と二の次だったりするから。うんうん そのあ本物の舛添さん来たっていうのとか、うん、あと呼んだという見えみたいなところに対する対価なんだよだからそんなに、まあ、もちろん問題発言すればねメディアが引っ掛けてくるとは思うんですけどまあスイートルームとかファーストクラスはやめるって言ってました、ね、ああそれ言いましたね,ねでも絵画はやめないのかなと思ってそうね絵画だけは絵画、まあ、どんだけ 自分がムンクの叫びみたいな顔して。都民の叫びを聞けよって思う。ベストショット来ましたよ、本日の。これより上来ないですよ、お疲れこの。いや、取れだけじゃないよ、かえってないよ、本当にもっといいの出してください。まあ、まあ、でも、ちょっとね、さすがに、これで、まだ、ノ々と続けるスタンスなのも。逃げ切れるって言ってますからね。自民党だから、言って言ってるっていうから。 来週再来週ですよねどうなるかで質問があるからそうね代表質問でねでどれぐらい追い詰められるのかとさすがに逃れられへん気はするけどねやっぱ無理っぽくなってきましたねもう味方いないですもんねでも500億かかる新しく選挙だったらまた500億かかるっていうかなんかもう無駄遣いが多いやねだってほら今やってる G7 とかもさなんか伊勢志摩にこっち建物作ってなああれ何だった あれ、あれ、意味わからん。みんなで、ただアワビ食っただけだよ。あれ。みんなで、伊勢のアワビなんだ。よその建物、何億か。そう、何億。そうですよ。で、取り壊しに五億かかる。あれ、それ。ね、もう壊してるのかな。なんか、すぐ壊すみたいなこと言ってましたもんね。一億くれ、一億。本当。あの、G7 つってね、みんな、こいで、首脳が揃って、パーって、伊勢を神宮歩いてたじゃない。なんか。 地面75のオープニングにしか見えないだよない。いやほんま、まあ、かっつけてそれやりたかったらだメじゃないのかな毎、うん、回あれやるわな何かええロケーションのところでなつけてさほんと、まあ、無駄だよねうん、うん、まあ一応その流れでオバマさんは今回広島訪問で、うん、まあこれは評価されてますけどねでもやっぱそどっついで ど,ど,まあ、どっちがつい、うん、うんただまあほらあの結局終戦後初の,その現職の大統領が広島に訪問したっていうところは意味のあることで、うん、でその被爆された方なんかは実際、うん、まあそこを評価したいって当事者がそうやっておっしゃってるわけですから、まあ、そこはまあそれは良かったんじゃないかなと。うん、でもただただ、うん、そうほらあの。 核を排絶せない言いながら核のボタンを押すアタッシュケースを SP に持たしてるっていうな、ね、ボタンすごいなあんた持ってん,ねん,なんだうんそう聞きました俺も昨日昨日だから知ったなそれ<う>そんなのあるんだなすごいよな<ー>でそホットラインみたいな電話かけてるわけでしょはい<ー>すごいよないやだから核排絶って言うけどなんかもうものすごくお金かけてんですもんねオーバーマース さんは30兆ドルとか言ってなんか新しくまた技術のためにとか駄ってでも本当は謝りたかったと思いますよオバマさんはでもやっぱみんなが怒る騒ぐからやめただけでほあの人は謝りたかったと思うんですけどねでもほらなんか政治生活もちょっとこう ね、第4コーナー回るぐらいのところまで来てるから、はいはい、しっかりやることやりたいって思ってると思うしなでもそれをちょっとこう実現しづらい環境の中でやってる感じはするしますね。うん あとまあ北海道ね小学校2年生の男の子もうネット上は完全に親がどっかに埋めてるやろみたいな話終始してますよねあ埋めてるまで言ってますっていうツイートとか見ますそこまで言っちゃっていいのかなって正直思いますけど僕はただその,そのお子さんのねいわゆるあいいみたいなのを警察犬化がしてでも全くそれが見つからないんですって いたことがもうそもそもみたいな感じになってるらしいから,、うん、だからこれはどうなってんだよなと、うん、だから車で誘拐されたとか車2台通ったとかなんか言ってましたねで言うてたねそれもその親御さんの目撃談みたいな感じなんでしょ、うん、ああそうなのか親御さんじゃなかったっけ違ってたらごめんなさいそこはちょっとまああ,のあれかもしれないですねう もしそうだとしたらもうちょっと早くバレてんじゃないかなとは俺は思う6日も探さないでしょうって思うんだよなとんでもない範囲でしょもう何キロっていう十何キロとかっていう範囲何キロそんな動かんと思うわそうですよほれでんか虫嫌いとか言ってましたよその子どうはだからそんなに遠く行かないって言ってるしいやあの なんやろうね、そのいろんなところでいろんな意見が飛び交ってて、うん、そもそも置き去りがしつけなのかっていうこともこう議論されてて、うん、で僕ちょうどそれぐらいの子がいるんでちょっと気持ちはわからなくはないんです、はい、実は。うんうん、で本当に言うこと聞けへん時は聞けへんから、うんでまあ、うちの場合は小学1年の子がおってこの子はそこそこ言うこと聞くようになってきたんでもういいんですけど<ー>今ね年中のね3番目のやつがまあ言うこと聞かない。 3番目おー、うんあ、これがねもうぐずるわわがまま言うわあ好き勝手でうん、うんうん、で通りがかったあの、知らないおじちゃんにおっぱいおっぱいとか言うんですよおうお,うお,とお,おっさんにうん、で、おっぱいおっぱいっ,つって振り向いて <laughs> で、しょうがねえなみたいな顔するやんかそしたらバーカって言うんだよ、うん、もう手に負えないよ俺はもう<あ>もう平心抵頭ですよすご,すごいですね、うん それは大変ですね、うん、どうな斜め向かいのお宅で、うん、まあご高齢のおばあちゃんがいてはるんやけどもそのおばあちゃんまあまあかわいがってくれてるんですけど<ー>で。 玄関が出てきてあいつって手振った瞬間ダアって突進してボン押そうとするんですよ。おじゃんおほらひどいわそれはひどいや怖いだ三番目はだからもうしょうがないですよ。四難ができちゃったからちょっとつまんなくなって苛立ちがあるんですよ。今しょうがない三難ってそんなもんでかまって感もあるからね。めっちゃかまってんねんけどな逆に言うとなでもし続けでこれくらいは あるこ,これくらいってでもいますよね結構さ、うん、れてる人って結構いますよ、うん、だから俺も、うん、自分に置き換えると、うん、例えばその家から締め出されて帰られへんとかあったし、うん、まあ置き去りではなかったけど、うんうん、でもなんかねうん もう夜も八時九時ぐらいまで家帰らずに外でずっとふらふらしてたのを探しに来て拾って帰られたみたいな経験はあるから、やっぱ時代が特にこれをなんかこう良しと善風潮が強なってきてるから、まあそうですね。今はもう何でもかんでもなんか簡単に批判しすぎじゃないでも、そうですね。うん批判批判ってめっちゃ簡単やな。簡単ですね。面白くないなんていうのは 簡単やからね芸人に対してそうですかでもそれはあんま言わないでほしい <laughs> 面白くないっていうのはあんだけ薄くらおもろくないってあ<ー>あ同業俺は言う権利あるやろ同業者やから異業種が言うって絶対ちゃうと思うんですよ、うん ダメ出しでではなないんかほら例えばねこの間もまあえー、プロレスの、えー、レフリーの方とちょっと喋ってて<ー>でまあ異業種じゃないですか、うん、ですごいやっぱ、ね、芸人に対してリスペクトしてくださるんですよ。そ,の方は<ー>それはやっぱりプロレスに対するプロフェッショナリズムの表れやと思うんですよね。うんうんで なんかねそれなんかつまんないとかって簡単に言う人は自分の仕事もそんな感覚でやってる人だと思ってるの俺は自分の仕事だってそういう感じで軽んじてやってるから人に対してもそういう感じで言うそれは人間って不思議なものでその辺ほらなんとなく感覚的に分かっちゃうもんであこの人軽くこっちに来てるなってあ自分の仕事も軽くやってんだなっていう。 感じに受け取られて、ああ、もうやだな、もうこいつとはって思うことはある。俺が深読みしすぎるのもあるかもしれない。いやいや、そんなことない。でも、絶対それはあると思う。ありますね。それでしかないですよ。そうなんだよね。うん、そうです。だ、ほら、あの、今回もね、その。翔太師匠が MC シなられて、で、ネットの記事で、なんか、あの。 まあ初回ですごい僕は良かったと思うんですよ緊張されてるのも伝わったけど、うん、でもちゃんとやるべきツッコミとか、まあ、その大先輩にこんなのも失礼ですけど面白かったからね、うん、実際でもっともっとよくなるんでしょうけどもでそれをネットのなんか評論家かぶれみたいなやつが、うん、なんかあれはもっといじられた時に的確にツッコミ返さないと,、うん、えと逆にいじる方がいじりきれないからみたいな書いてんだ。生意気な <laughs> お前に何かでる クセルーゲ。お前のたいなもやに何ができるねこの野郎。そうだ、馬鹿野郎。イラってくるわ、ほん。ふざけんじゃない、馬鹿野郎。あんなすごい才能を持ってる人、よくそんな風に描けるな。本当。あ、そうです。もう俺、ネットに記事見て。もう久々にイラってきましたね、本当。 そうもう簡単に批判できんね,えねうんね、うん、とってほんまに怒るのかな翔太さんはそれ見てねいやでもさもうやっぱ有名人みたいなもんやから翔太師匠もやっぱある程度もう免疫ついてはると思うんですようん、うん、さっき書かれてる思、ね、うで、うん、結婚しろってねていや結婚しろは別にええねんう面白い2りになってるからねうんまあその辺もねやっぱりなんか見てていろいろあるし、えー、だあんまりこうネットねなんか その批判しやすい媒体と思わないでほしいなっていうのはあるね。ということであと、清原さんのね、はい、もうこれで刑はもう確定と言っていい感じですよね。うん、もうなんか上告とかしないでしょ清原さんもね多分ね。うんうん、なので、まあ、執行猶予4年,、ね、<ー>4年貧困法制に生活できれば、はいまあ、懲役は免れるということで、ね田。田舎帰って ね、や何しはるんかね、うん、分からないですけどねまあでも本当にね、うん、野球じゃなくていいじゃないですかね、うん、いやでも難しいし、ね、やっぱここまで野球でやってきたからか、うん、それで培ったもんでやるしかないんじゃないですかお便りちょっとね 特報でででいただいててままますすのののの紹介ししおききき、はい、さっきのこの話の流れでいきましょうかね、えー、プリンさん、えー、芸能人のフェイスブックでもツイッターで話すときは、えー、自分たち、つまり一般の人でもマナーは必要ですよねとあと、大人の会話とかマナーが大事だと思います、うん、考えてみたら木曽さんとフェイスブックとかツイッターで話すことができるまで5年かかりましたいえ、そんな大切の、うんえー、この5年はかよスプーンの時からメールのやり取りで始めましたからねと、うんえー、あと、ラジオ日本の、えー、佐藤由美アナウンサー元気でやってますよとありがとうございます。本当にね <laughs> あれですかあ,あのラジオ日本のアナウンサーの方ですでいつも僕レギュラーで一緒に絡んでた<ー>、はい。だまあ、えー、こんなこと言っちゃあれですけど根づちとの絡みよりもは、えー、ねてた、えー、あ<ー>アナウンサーの方ですそうでこっちの方が心かゆい合ってたので妙にはねてたっていう二、はい、人でいつもあのニュース系でいつもフリートークみたいなのを根人で、えー、根土いつもタバコ吸っててスタジオにいなかったので。えー おうおうで僕、2人でいつも絡んでてでいつも1分ぐらいで終わらせるものを23分引っ張ってていつもということでもしね、ねまた絡めるタイミングがあったら嬉しいんですけどね。でにこさん、広秀さんが追ス延長してるから、えー、基礎さん中は左耳右耳広秀さん忙しいわ<ー>いや知らんからもう。消毒大じゃなないんやなでもできちゃうんだ、ね、で,ですね。 はい、ということでちょっと駆け足で地震ネターを振り返ってきましたど、はい、まだ来週いろいろとね、展開変わってくるんじゃないかなとは思いますけどもねはい、はい、お知らせありますか来週はそうですね、うん、もう6月6月入通入らないなと思ってもう梅雨自宅してるんですけどね、まあ、梅雨自宅でどんな自宅なのえあの 女室坊置いたりして、まさかそこ食いつかれると思わなかったら一瞬たじろいてるでしょ。食いつきますよ。そうそうですまああのそれぞれ SNS でまああのイベントやライブやお知らせはするんですけども、一応 C ウェーブ関連で言うと2016年生誕祭6月25日の土曜日シアター千住で開かれるまあ C ウェーブの曲のお祭りですね。こちらで一応私。 司会の方をやらせていただくことになったようですはい、なりました。ということでまだその辺、あのー、ご覧になってるこの C ウェーブの、えー、視聴者の方的にはちょっとぜひ参加していわゆるオフ,会オフ会みたいな感じでね楽しめる内容になればななんて思っておりますまあ魅力ながらね盛り上げに一役変えたらなと思っておりますのでぜひ、はい、お越しいただきたい詳細は C ウェブのホームページの方に出ておりますのでねチェックしてください。 ということでございまして、まあえー、わやわや言ってまいりましたけれども、うん、とりあえず今日<ー>今日振り返ってみて、どうでしたか今日ですか、うん、やっぱりあの電車で寝坊はした方がいいですね、まあ、やっぱり、んうん、そうですよ、電車で揺られて寝た方が、その時が一番気持ちいいですよ。 そうですね、あんないい住みはないですから <laughs> 番組の感想一切述べる気なしか <laughs> そうですよ、はい、もうそれで今日は始まるのかなと思って慌ててまあねそう,そうですね、うん、ちょっとすみませんいい気をつけますけどもいい僕はもう本当に翔太師匠に対する批判的なコメントに対してばーかって言えたことでもうすべて消化しましたので<ー>これでもう今日は良かったと思います、うんはい、ということでまた来週お会いしたいと思います今週はこの辺りでお別れですさよなら